どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントのくまんです。この番組ではゲッターズ飯田の占い、ゲッターズ飯田の生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定してまいります。さあ、本日は広島県20代前半女性ぴょんさんでございます。おめでとうございます。今は保育士として広島で働いています。やりがいのある仕事ですが本当に大変な仕事でプライベートがほとんどありません。人生一度きりなので他の仕事も経験したいと思い転職を考えております。すぐに行動に移すべきか、今持っている3歳児クラスの子を卒園させてから転職するか悩んでいます。そして転職と同時に東京に上京したいんですが、いつ転職すべきなのか、何の職が向いているかなど教えていただきたいです。あ、でも保育士さんでも今辞めてったって辞められないでしょ。そっか、だから卒園させてからの方がいいですよね。それは、うん、卒園してから動くなら2020年本当は19年年末なんですけど、多分学校、はい、それよ福祉向いたから2021年で来年の春に移動するが一番いいと思います。うん、東京来るにはいいタイミングですので、でもただここからすごいモテちゃうので、もしかしたら恋人ができて行かないっていうパターンが出るかもしれませんけど、まあ1年後広島でそのままここからいい男を捕まえてしまう。いいじゃないですか。まあそれはそれでいいので、一応2021年の、まあ、来年の春ですねに辞めて、他の仕事やろうというのはいいと思います。サービス業向いてるし、まあ、先生とかも、いいです。愛嬌もあるし、すごい人から好かれる星を持って、ね、営業もできるし、うん、経営者としての才能を持ってますから。社長。うん、向いてます。向いてます。すごい。いいです。すごいじゃないですか。うん、バランスはすごいいいので、うん、全然問題ないと思います。なので、この1年頑張りつつ、来年切り替えてみようという計画を立てて、ちょっと計画がちょっと足らないところあるので、うん、そこだけ計画してみてください。以上、ゲッターズでした。奥間でした。